身長ビヨン医師学科生整形外科専門医身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊でね、身長に関することを発信していきたいと思います。さて本日なんですけども、ズバリね、この身長先生の身長診断の結果概要の説明資料について、説明させてくださいと。皆さんの手元には、身長先生の身長診断を受けてから大体おそらく2から3週間後にこういった資料が届きます。まあもうちょっと早く届けられるかなと思うんだけど、まあ一応2、3週間後に届くと思ってください。まあいろいろね、身長診断の、キットの中にはいろんなものが入ってるんだけど、この資料をまず理解していただくことがすごい重要なので、この資料について説明させてください。こちらほぼほぼ最終版に近いので、これにかなり近い情報を皆さんお渡しできると思うんだけど、ここからまたさらにもう少し、ブラッシュアップしていきますので、まずはご参考程度にご覧ください。はい、1ページ目でこんな感じで、まあ、2ページ目がこんな感じですね。ということで、まあ、今回の内容に関してと、この資料でお伝えすることってことで見ると、どんな結果が得られたのかと、まあ、どういうふうな治療があるのかと、あと今後の流れについて説明していくっていうのがあります。でまずは最終身長をお伝えするんだよってことをお伝えするんだけど、最終身長って、ね、いろんな項目を予測してお伝えするんだよってことで、まあ、皆さんからいただいたデータを私の方で解析を行っていきますので、まあね、そういったところを見て判断していきますということが書いてあります。でここのページですね、4ページここが極めて重要になってきますので、まあ、変な話、まあ、このページだけ皆さんに見ていただければもういいんじゃないかっていうぐらい重要なページになってきますということで、ここから私のコメントを皆さんにお出ししていきます。骨年齢がどうだったのかとか、採血の値がどうだったかとか、レントゲンの検査がどうだったとか、まあ、いろんな採血項目見てるけど、そういったところがどうだったのかとか、最終予測がどうだったのかとか、あと治療やったらどういうふうなことが起こるのかとか、そこら辺をまあひとまとめにして、できるだけコンパクトにこのページだけ見れば分かるようになってますので、まあ、簡単な治療効果が得られるタイプなのか、得られないタイプなのかとか、まあ、そういったところが分かるようなページになってます。4ページだけど、これがすごく重要になってきます。でそこをもう一度模試的に書いたのは次の5ページ目ってことで、ここがまあ皆さんが目標、身長に対して、まあ、現在のまあ最終身長の予測が出てきて、その差が生まれてくるっていう感じで、まあ、こういったページもあります。でここら辺は一般的な内容というような説明になって、まあこう身長伸ばすためには成長ホルモンとか思春期コントラクトとか栄養補充とかこういったのを組み合わせていくんだよという話をしてます。まあこれはもう口酸っぱく言ってるんでご理解いただいている方も多いと思います。まあ成長ホルモン治療のね概略ですよね。もう縦軸を伸ばしてあげる、それが成長ホルモンなんだよと、ね、伸び率を改善するのが成長ホルモンの治療の特徴だよってこと。記載しております。あと思春期を遅らせるお薬、横軸を伸ばしてあげる治療ね、成長できる時間を伸ばしてあげる治療が思春期を遅らせるお薬だよとか、まあ、栄養補充も縦軸を改善する治療だよとか、まあ、そういった治療の概略について説明しています。それに対してなんだけど、まあ、今回例えばなんだけど、皆さんのお子様が、こう受けた時にそういった治療をやった場合に最終的に何センチになるのかとか、そういったところも記載していきますので、まあ、例えば175まで行きたい方に関しては成長ホルモンでやってねとか、そういったことがこの表を見て分かるような形になっています。あと実際の費用ですね、そういったところも皆さんの本日を書いてお伝えするような形になりますので、そこも十分ご理解いただけると思います。でここがちょっとね、今後まだ改変が必要だなと思ってるんだけど、こういうふうにね、専用ボックスが届いてから、まあ、検査のみで治療しない人もいれば、まあ、治療するか迷っている人に関しては身長塾に入ってもらったりだとか、一年治療開始してでこうしてねとかっていう感じで、こう身長診断の後のフローについても皆さんに説明していくような形になります。ここら辺もちょっとまだ完全確定の要素ではないんで、これ係数なんて書いてあるんだけど、こういうふうにね、まあ、個別相談ができるようになったりだとか、あとは、身長先生の、オンライン身長塾ね、こういったのも開催予定です。これは、まあ、おそらく9月か10月ぐらいになってくるんじゃないかなと思うんだけど、まあ、こういったのも準備しています。あとはファーストステップセミナーってことで、これはいきなり、8月の1日から、開催予定ですけど、吉田先生というですね、ドクターの方とか、当院のコンサルタントがこういったのを実施していって、まあ、治療についての理解を深めていただくということで、これも値段もちょっと変わっちゃうかもしれないけど、おそらく安い値段で受けていただくような形になると思います、はい。まあ、あとこういったフォームワークとか、あとはまあ一般的な、質問とかそういったところを記載しています。はい、まあ、こんな感じの、ね、資料が皆さんの手元に届きます。まあ、ここからもう少しブラッシュアップしていきますけども、まあ、こういった資料が届くんだよとかね、身長先生、身長診断を受けていただくと、まあ、皆さんのね、こういうふうなレポート。で、あとこれに細かいレポート、採血のレポートとか、レントゲンのレポートとか、あと身長計とか成長シートとか、もっといろんなものを、付加して皆さんのところにお渡ししますので、ぜひ参考にしてください。それではまた。